はい、おはようございます。泊まり志保です。今日はこれからハノーファーに行きたいと思います。ここが地元の駅です。地元じゃねえわ。クロッペンブルクの駅で今からチケットを買います。このニーダーザクセンチケットっていうチケットで、そのニーダーザクセン州内をもうこの1枚で行くことができます。でもちょっと早いやつには乗れないんですけど、まあでも全然早くというかあんまり変わらないのでこれで行きます。で1人24ユーロだよね。で2人目からはプラス5ユーロで行けます。おすすめです。行ってきます。ハノーファーの駅でございます。これから旧市街へ向かいます。私は無数なんだっけ、無数の旧市街好きみたいな言うじゃん。無数じゃなくて無類か、間違えた。無類の旧市街好きでして、なんかもう石畳ですごい中世みたいなのがめっちゃ好きで、でインスの時は私旧市街に住んでたんで王宮の隣に住んでました。黄金の小屋根の、そう、黄金の小屋根の真ん前に住んでたんで。というわけで着きました、ハノーファーの旧市街。見して、違う旧市街です。本屋さんがおしゃれ。これがマルクトキューヘって言って、私じゃあ無類の教会好きっていうキャラにしとくわ。ありのまま伝えたいんで、そういうのやめましょう。10月の初めだというのに、マジでもう極寒すぎて。ハノーファー9度。ハノーファー9度です、本日。11時です。寒い。なんかやってる、フリーマーケット。なんかやってる。すごい。もう11時半ぐらい ?20 分。になりますので、ご飯を。食べに行きまーす。やばい。何食べる？とりあえずシュニッツェル。マジかよ。とりあえず何か買います。コーヒー食べます。本当に面白くない。結局韓国料理に来ました。日がすごい。イエーイ。で私はプルコギで、キムチポックム食べたことないからこれにしてみました。めっちゃうまそう。豚肉と豆腐とキムチ、あともうこのご飯が美味しそうね。やばい、好き。というわけでいただきます。カカオスープ。ドイツでドイツのバームクーヘンを食べます。見して。はい、ではいただきたいと思います。あ、紙で見えなかった。美味しい。本場のバームクーヘンどうですか？美味しい。コーティングされてる砂糖だけどちょっとレモンっぽい砂糖。あ、やっぱ日本ってクオリティ高いなと思う。あ、日本の方が美味しい。いや、日本と同じくらい美味しいけどこっちの方が高いじゃん。確かにっていう感じです。次は私たちはタピオカを飲みます。食べてしかいません。これがオフで、久しぶりタピオカ。21番なんだけどまだ13という悲劇。でも結構進んだね。さっき5ぐらいだったから、ほら会計した時はめっちゃ混んでます。私も呼ばれてしまいました。私もめっちゃ並んでる。30分ぐらい待ってる。ね、リアルね。
夏尾さんは太郎芋ミルクティー。やばい、美味しそう。日本だけだと思ってたらこっちでもすごい流行っているようです。もうアジア人が結構多いけどね。はい、ハノーファーでオクトーバーフェスがやっているということで、オクトーバーフェスに行ってみました。ハノーフェッシュとはオクトーバーフェスト、遊園地みたいな感じです。すげえ、簡易遊園地みたいな感じですね。わ、すごい、結構でかいし大規模。なんやこれ。マジで観覧車の速さが半端ない。めっちゃ危険。乗ってみる。怖い。止まった止まった止まった。でも見て、建物じゃないからむき出し。うん、むき出しなんだけど。むき出してます。危ないよ。止まっちゃってますほんで。安全第3ぐらいじゃないですか。はい、というわけでハノーファー1日楽しみました。どうだった？楽しかったです。いや、ちょっと疲れました。ね、私なんか昨日もバリバリ筋肉じゃねえわ、筋トレやりすぎてもう筋肉痛がすごいし、まあ、あんまりね、なんだっけ、リサーチしてなかったから、確かにちょっと探すのにいろいろ時間かかっちゃったり、今日もめっちゃ歩いたと思います。でも私も食べれたから、まあね、というわけで今回も最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。チュース。